1球打つで帰ってきたのをしっかりと、コースを切り替えていくのね。はい、そう。はい。はい、高木さん、次の練習をお願いします。はい。まあ、同じグループの中でね、格上の人と格下の人とレベル差がある時の練習ということで、はい、やっていく練習なんですけども、ちょっとボレーストロークを入れていきたいと思います。はい、差があると結構大変な練習ですよね。そうですね。はい。なので、まあ、そこをどういうふうにしていくと効果的な練習ができるかっていうのをやっていきたいと思いますけども、はい、まあ、重要な点は、しっかりと格上が、格下に対して、まあ、つないであげる練習と、あとは、基本的にやっぱり決めるところは決めるっていうふうな、うん、つなぎ続けるとね、やっぱり格下のためだけの練習になってしまいますし、なんかもうガンガンずっと打ってるとそれは格下にとってはちょっときつい、はい、練習になりますので、うん、そこをどうバランス取っていくかっていうことが重要になってきますね。わかりました。はい、じゃあやってみたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっとレベル差がある中での練習という形で、ボレストを紹介していきますが、ここに一人ボレー入ります。ストローク入ります。ボレーの方が基本的にちょっと格下の人が入る、ストロークの人が格上っていう風な形で、練習していきますね。で、ストロークの方はボレーの方にまず手堅く、ボレーの練習になるように打ってあげましょう。そんなにボールのスピードを速くなく、ね、それからあんまりこう足元になりすぎない。で、ボレーの人はそれを1球はまず手堅く返してあげましょう。で、2タッチ目でボレーヤーの横、ここの場合は赤ですね、赤のここのターゲット、もしくはロブでもう内訳をしてください。で、この時に内訳をした時は当然レベル、ショットの質は全然余裕があれば上げてもらって結構です。で、まあ、ロブは取れないぐらいいい攻撃的なロブでも結構です、ね。で、優しく打ってあげるのと、しっかり攻撃性を持たせるのと、そこの切り替えを練習してもらいたいんですけども、そこで重要になってくるのは、優しいボール打ってあげるときも、ある程度の回転は加えてあげることね。ここでリズムよく打たないと、こう当てるだけで返してしまうと、次の切り替えができないし、実際試合の中でもそこは難しくなってきますんで、ここのボレーヤーにとってはそんなに難しくない優しいボールなんだけど、ストロークの人中では試合の中では使う範囲の、優しいボールね、そこら辺をちゃんと使えるかどうかですね。だからきっちりと、速くないけどもある程度のトップスピン、それから重要なのはある程度膝を使ったり振り抜きを使ったり、ね、リズムよく打ち分けをすることが重要になります。で、ボレーヤーの人が、まあ今日はそんなにねレベル差はないですけども、実際には打ち損じて全然浅くなったりちょっと違う方向に行ったりすることもありますけども、それも加味してストロークの人は2発目を取りに来る。だから浅いボールだったら前に詰めてそこからのアングルだったりロブだったりっていう風な形になりますね。ちょっとそこを意識して練習していきましょう。実際には、ちょっと向こう側からボール出ししていきますけども、1球打つ、で、帰ってきたのをしっかりと、コースを切り替えていくね。はい、そう。はい。1球打って、ロブね。はい。帰ってきたのを、しっかり切り替えていくっていうような形になります。で、まあ今、ちゃんと返してくれましたけども、基本的に、さっきも言いましたように、リズムよく打てるかっていうのと、相手に対して、回転量を確保するのと、場合によっては、相手が打ちにくい場合は、スライス系も重要ね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。返して。スライス系、スライス系で優しく返して、2発目トップスピンっていうのもありです。相手のレベルがより低くなってくると、ちょっとトップスピンじゃきつい。じゃあ、スライス系の優しいボール。で、スライス系の優しいボール打った後にトップスピンで横を抜く。こういう切り替えなんかはかなり試合の中でもよく使えますし、そういったこともちょっと意識して、練習していきましょう。
今ちょっと安定したボールを返してくれましたけども、もうちょっとちらつされることも意識してね。理想はアングル系とロブ系と両方使い分けもしていきたいんで、まあどっち狙ってもいいですけども、同じ構えから打ち分けっていうのもしっかりとこっちの人は作れるようにしていきましょう。はい、意識してもらいたいのはギアの切り替えね。優しく丁寧に打ってあげる。でもまあ実践の範囲内ね、実践で使える範囲内で優しく丁寧に打ってあげるのと、ギアを変えて2発目、アングルかもしくはロブね。はいはいはい、あ、2発目黄色か黄色、はいはい、いきます。はい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 、さあボレーヤーがどこに打ったとしても頑張って、そう取りに行って、それをはいどっちかに打ち分けね。はいはいはい、そうはいはいはい、緩急の打ち分けがすごい重要ね。緩急の打ち分けね。はい、さあボレーの人はネット越えればとりあえず OK ね。はいはい、いきます。はいはい、ゲイ、はい、足元にはある程度足元には打てるようにしましょう。はい、じゃラスト1球ね。はいはい、ゲイ、実戦の中でもよくあるこの前に落ちたボールの処理、これは徹底して、待っておいてください。でその処理っていうのは実際試合の中ではわざと相手は打ってくることもありますんで、ね、短いボールの処理はしっかり待っておきましょう。はい、いきます。はいはいはい、おはいはい、ロブを打つかアングル打つか、それから短いボールの処理ね。はい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 、ゲイ、はい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 、この短いボールの処理ね。はいはい、短いボールをバランスよく追いかけて、はいはい、そう、はい、えい、はいはいはい、いきます。はいはい、さあそう短いボールの処理ね。はいはい、いきます。はい、さあ実際、例えばこっちの人が基礎練習的なことをやるとなると、理想を言えばそちらのレベル高い方の人はフォアとバックの内訳ですね。もしくはバックを練習したいっていう人がいればバックに対して、で実際こういう中でもフォアとバックの内訳を、ちゃんとできれば、それも試合の中でもフォアとバックとセンターですね、ボディとかそういった内訳もちょっと意識して、できればいいですね。でさっきも言いましたようにスライスタッチもできるだけ混ぜていけるようにしていきましょう。はい、いきます。はい、レベルが低い人に対してのフォアバックね。はい、1球目でしっかりそこら辺の内訳をしてあげられるといいですね。はい、なんならアドバイスもしてあげてもいいですよ。はい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 、そう、はいはいはい、2球目の対応、はいはい、そう、はい、いきます。はい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 、いきます。はいはいはい、えい、おお、はい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 、お、はい、振らない振らない、あそこで、はい、そう短いボールの対応ね。はいはい、えい、そう、はいえい、はい、そう、はいはい、もう一個だけじゃあローテーションしましょうか。ちょっと応用です。
じゃあボール出ししますんで、今の応用、ロブを上げてあげましょう。そんなに難しくないロブね。こっちの人はスマッシュ。スマッシュを手堅く正面に返してください。それを同じようにアングルに打つかロブを上げるかですね。はい。はい。ロブを上げてあげて、スマッシュをきっちりと。はい。さあ、それを、はい。それを返しますよ。それをコース変えて、ロブで上げ返すか、はい。はい。ロブで上げ返すか、アングルに打つか。はい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 。さあ。はい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 。さあ、それをキャッチできるように。お、はい。はい。はい、じゃあラスト2球ずつ行きましょう。はい、ラストです。はい、ラスト。えい、はい、ありがとうございました。改めてポイントをお願いします。はい、やっぱり一緒に打ち合うことはすごい重要ですけども、まあ最初にも言ったように今の練習は1球打ってもらって、それを、オープンスペースに打っていく形ですね。で、このメリハリはやっぱり試合の中でも実際緩急つけますし、スライスとトップスピンとかいう切り替えもできますし、まあ、これがもうちょっとつなぐような、つなげられるようなレベルの人だったら2球つないでもらってからでも別にいいですし、いくらでも応用が、そうですね、ちょっとやっぱり返すのがやっとっていうレベルの人であれば1球でいいからなんとか返そうよ、それを次こっちは打つから。あとやっぱりその打ち損じたショットの処理っていうのも結構重要で、そうですね、はい、で今のもロブ設定入れてましたけど、打ち損じて前に落ちたのを拾っていってそこでロブで逃げるっていうのは試合でもよくあるんで、まあ逆にそういうなんか本人は深く打とうとしてるのがボソッと前に落ちたっていうのは、はい、うまいこと隠してドロップショット打った人と同じ形になりますね。で、あの途中でも説明したように、その人に対してフォアボレーに打ってあげたりバックボレーに打ってあげたり、まあちょっとレベル高かったら急に速いボールを混ぜてあげたりっていう風な、ちょっとその人の練習になるようなことも考えてあげるっていうのも意外と試合の中で相手を観察しながらやることにもつながるんで、嫌なところを見つけてあげるのができれば苦手はもっと楽に探しそうですしね、はい、なのでこういう練習で、まあ、一緒にこう練習を作り上げていくっていう風な形は重要かなと思いますね。はい、皆さんも工夫してやってみてください。はい、はい、高橋さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。